獅子川キャンプ場からね、今年もここだけに登って土火の木とかね、パックインは見ていきたいと思います。ここだけスラブ取り付けからね、一旦スラブをね見学しに行こうと思います。すごいすごキレキレ。よいしょ。すばらしい、すばらしい。で、こっち、こっちに行く。はしご。はしご大丈夫なんですかね。少し揺れたですね。本当ですか。あ、ここが。いい。いい。この後どこに、こっち。今日はですね、もう展望所には行かないでここだけ目指します。うわ、どうやって行こう。あっちから行こうか、あっちから。さあ、ここはで、今からね、このホコダケ、最初はね、メボコにチャレンジしてみようかなと思います。はい、鬼の目林道に出ました。右がね、鬼の目山、左がホコダケですね。林道をね、数分歩いたらまたね、左の方で降りていきます。ホコダケですね。今日は本当水が多いので考えながら、あ、行けないか、いけないね。あ、渡りましょう。渡ろう。すごい。あれに登りますね。あー、綺麗、すげえ。はい、はしごとロープですね。あ、それで落ちんですね。はい、それ登れんよ、そこに登れない。うわ、怖っ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 、もうダメかも。すごい、本当？行きます。行ってください。ありそう。はい、
落ちるにしても、そこの岩場に落ちる感じですよ。落ちここから落ちたとしても。そんな感じ。こっちは綺麗はい、腰がもうね半分抜けてるような感じで、こっち向いたらこうもうダメだな。こっちがね、一応ビデオ回しましたよ。俺橋渡ししますね。この景色とこの景色をね。はい、一応この画面ではほぼ全員入っとるけん。こっちもこっちも入ってる。上手。もうはしごだけ見て、はしごだけ見る。はしごだけ見て、はしごに足かけて。なるほど。ダメだ。ちょっと怖い。めっちゃ怖い。
たらもう。一気に行ったですね。どこって感じ。またね、メボコとオボコの分岐に戻って、今度はオボコですね。ここが本当の山頂。ここ登り返してラストですね。ここでちょっと休憩しましょうかね。ここだけね、下りで雨に降られましたけども、なんとかね逃げ切ったという感じですね。もう私雨具もう切る前にもう車に戻ろうというそういう感じですね。で今日はここだけのメボコですね、そこに、まあ、いろんな人たちを連れてね登ることができたんで、まあ、登れない人もいたんですけども、まあそこまで登ればねもう十分楽しめたというか、まあ、怖さも含めてね体感できたんじゃないんでしょうか。はい、九州百名山のここだけいい山でした。登山家山ちゃんでした。バイバイ。